アメリカ大統領選なんですけど、あ、はい、またすごい大きな動きがあって、あ、ありましたね。これがね、はい、ちょっと面白い動きなので、ほう、ぜひちょっとね、皆さんに共有したいなと思って。はい、まずこれですよ。あれですよね。見てください、これ。何ですか？あの、まあ、チャット GPT にまたお願いしたんですけど。何すか？もういりませんか？何すか？いや、これね、何てお願いしたんですか？あの、お願いしたのは、はい、アメリカの、政治家が CIA を乗っ取るっていうのを、はい、あの、書いてくれってやったら、はい、これ書いてきたんですよ。うん。なんかまあ、それっぽいじゃないですか。何の特筆することもないですよね。コメントもない感じですよ、これね。はい、まあでもまあ、こういうことなんですよ、今日のお話はね。はい。これですよ、CIA との戦いが始まるんじゃないかというね、大統領選、こんなこと話する人いないですよね、絶対。いないですね。こういう側面が本当にあって、はい、で、何が起きたかということなんですよ。はい。これなんですね。はいはい、ありましたね。はい、ロバート・ケネディ・ジュニアさんという方はね、はい、これ、あの、大統領選に立候補してたんですよ。はい。あの、独立派、はい、独立として、要するに民主党、共和党じゃない、はい、第三の候補として、はい、ね、出てたんですよね。はい、で、この人はアメリカの、まあ、政治家で、あり、弁護士であり、反枠、まあ、活動家という方ですね、はい。新型コロナの誤情報を流してるということで、陰謀論者じゃねえかっていう批判もずっとこれまでされてきたんですよ。で、この人は別に新型コロナに限らずその前からワクチンっていうものに対して非常にこう、はい、非常に敏感な人で、はい、それに対する反応をずっとされてきた人なんですよね。はい、環境問題に近いというところもあって、はい、まあ、反枠なんですね、もともと。で、この方が、はい、選挙戦からも撤退するって発表されたんですよ。はい、トランプを支持すると、はい、いうことになったんですけど、でもそしたら、はい、ケネディさんって名前通りで、ケネディ一族の、はいはい、あの方なんですよね。そうですね。で、はい、ケネディっていう看板なんで、うん、他のケネディの人たちが、これね、親族の人たちが、うん、ふざけんなと。あ、怒ってんの？怒ってるんですよ。なんでトランプ支持なんだと。あ、もともと俺たち民主党じゃねえかと。俺らは民主党のもう象徴だろうと。はいはいはい、いうことで、ね、みんな、これ、あの、声明出したんですよ、自分のおじさんに対してね。ね、あの、私たちは希望に満ち溢れ、明るい未来へのビジョンを共有することで結ばれたアメリカを望んでると。はい、我々は、あの、ハリスとオルツを信じてると。はい、兄、ボビーが、今日、トランプを支持するという決断を下したことは、父と私たち家族が最も大切にしてきた価値観の裏切りだと。はい、悲しい結末であるっていう声明を発表したんですよ。だから、まあ、家族から見るとソース感を食らうという。揉めてんだ、そうそうそう。でね、ちょっとね、この家族、ちょっと振り返ってみたいんですけど、はい、説明ちょっとしてみたいですね。はいはい、はいはいはい。で、もともとは、あの、このロバート・ケネディ・ジュニアさんっていうのは、はい、あの、JFK の JFK ですね。テキサスで残存された JFK の、あの、甥っ子さんですよね。甥っ子ですね。うん、はい。で、お父さんも、実は大統領選の遊説中に、はい、ロサンゼルスで暗殺されているロバート・ケネディさん。あ、両方とも今でもなく民主党の、はいはいはい、もう顔ですよね。で、いとこが、キャロライン・ケネディさん。ああ、はい、はい。キャロライン、いとこになるんですね。そうなんですね。あの、そう、JFK の娘さんということですから、はいはい、で、この人は中日大使してね、もちろん。うん、僕も、あの、なんかお話しましたけど、めちゃくちゃいい人です。本当にいい人。この人もね、議員になるならないっていう話もあったりとかして。ありましたね。そうなんですよ。はい、だからそういうことで。まあ、ケネディ王朝と言われてる。はい、アメリカにはその王室も皇室もないんで、それが、まあ、あの、ケネディ家。だからそれを今、トランプさんは引き継ごうというか、トランプ王朝じゃないけど、皇室みたいなものにしようというちょっとね、だからあえていろんな身内登用してやってたんですけど、まあまあでもケネディ家とはちょっとまあ歴史も全然違うんであれなんですけど、で、これが。歴史とってでも JFK からでしょ？うん、JFK ってもね。いやでもまあお父さんの時代から、禁酒令の時から、それで密売をしてたんですよ、お酒は。それで財を成してるんですけど。コースとは程遠いじゃないですか。そういう程遠いんですよ。はい、で、あの、マフィアとも繋がってて、なるほど。ってことなんですけど、はい、で、まあ、これお父さんはこれ、はい、まさにこうやって、ね、はい、アンバサダーホテルっていうロサンゼルスの裏通路を抜けるときに、この右下のサーハンサーハンって人にやられると。一つだけ僕ちょっと宣伝させてもらいたいんですけど、はい。はい、そうなんですよ。はい、実はこの、そう、ロバート・ケネディ、ロバート・ケネディ、ね、はい、さんが、まあ、この時司法長官だったんですけど、はい、で、候補者だったんですけど、はい、その人亡くなった時に、この人の死因を究明したのは全部この人なんですよ。はい。トーマスのですね。はい、私、この本、この人の人生まとめてますので、ぜひね。そうです。読んでいただくと。これ何年前に書きましたこれ僕書いたのは、15年ぐらい。あ、結構前ですね。前です。まだ買えます買います、買います。はい。リンク貼っときましょう。ね、話、今回のケネディさんの話戻すんですけど、ね、この方が今回出てたんですけど、はい、辞めますと、うん、いうことになったわけですよね。なんで民主党から出なかったんでしょうね。いや、それはやっぱ民主党と相入れなかったんだと思うんですよ。違いなんだ。うん、やっぱりその、ワクチン。ああ。うん、とか。なる
やっぱりその今の民主党は今回辞めた撤退した時の、まあ、コメントの中にもありましたけど、今の民主党はうちの、そうですね、おじ、父がいた民主党と違うと。変わってしまった。変わってしまったと。悲しいなということなわけですよ。はい、で、だからこそもうトランプにつきますという話になったんですよ。うん、で、ここで出てきたのがこれなんですよ。ラングレー出てきました。CIA。CIA 本部、はい。これね、余談ですけどね、CIA の職員の人たち、はい、朝行くとね、駐車場ここ止めると、遠いでしょ、うん、もう駐車の取り合いしてるんです、毎朝。CIA、そんなことどうでもいいんですけど。本当どうでもいい。でも CIA の人も普通の人間だなと思うじゃないですか。トランプ大統領の知られざる側面というのが一つあって、はい、彼は実は官僚主義、今ディープステートである、この象徴として CIA に対しては非常に敵対心を持ってるんですよ。敵対心というよりは潰したいんですよ。なんで？で、自分の敵になると思ってる。で、官僚主義で、この人たちは CIA の偉い人たちは日本アメリカの政策を裏で本当に操作できるわけですよ。うん、実際まあ僕もね、いろいろ聞くとできるはできるんですよ。もちろん。うん、例えば一つ言うと、トランプ政権の時に北朝鮮にミサイルを、うん、落とさせないために情報は多少操作してたんですね。CIA がトランプに出す情報っていうのは。で、まあそういうようなことをちょっとやったりするの。だからそれって CIA の職員って別に選挙で選ばれてるわけじゃないのに。でも俺は選挙で選ばれてるんだから、信任されてるんだから、俺が決めることだろうと。で、それを裏で、うじゃうじゃやりやがってってことが起こっていて、トランプさんは CIA のブリーフィングもちゃんと受けずに、代わりに何やったかというと、プライベート CIA を雇ってたんですよ。で、いろいろ調べさせたり、工作もちょっとさせてたってことで、要は CIA をとりあえず今回、また新しく次になったら、うん、CIA と戦いが始まるんですよ。これ間違いなく。はい、でそこに、ケネディが。なるほど。で、なんでケネディなんですかって話なんですね。はい。で、これが、これね、この方、マイケル・フニンさんって言って、はい、トランプ政権時代の安全保障の補佐官やってた方で、はい、元、米軍の情報機関のトップだったんですよ、この人。でこの人が今回、ケネディさんが撤退するって聞いて、うん、こうやってコメントしてるんですよ。うん、彼を CIA 長官にしたら、うん、CIA 長官を指名するのは大統領なんで、うん、彼の叔父や父親、うん、あとマーチン・ルーサー・キングとか、うん、マルコム・ X、こういう人たちを誰が暗殺したのか、裏で誰が糸を引いたのか、これ全てわかるんじゃないかと言ってるわけですよ。なぜかって、この人たちみんな暗殺されてるんですよ、政治的な理由で。で、その裏には常に CIA が、いるんじゃないかな。いるってずっと言われてきてるんですよ。都市伝説みたいなことですよ。もうそうなんですよ。ただ、JFK に関する暗殺の裏のファイルは、トランプさんがなった時に全部解除するってなったんですけど、はいはいはい、やっぱりね、それが抵抗があって、できなくなるんですよ。みたいなことがあって、ああ、また陰謀論の人が盛り上がる、ね。もうめちゃくちゃ盛り上がる話なんですよね。はい、で、実際、先ほどのその CIA vs、トランプっていう構図を見ていくと、うん、多分ね、結構これ適任になってくるんじゃないかと。うん、で、もう一つ要素があって、はい、実はこのケネディさんの義理の娘さんが、はい、この方ね、息子さんのお嫁さんですよ。フォックス・ケネディさんっていう名前になってるんですけど、この人ね、ケネディ家の今スタッフになってるんですよ。ケネディ候補の。その下が気になる。元 CIA で辞めてから作家になってるんですよ。あでね。なんか CIA で作家やってるのかと思った。いやいや、そう、でもなんかちょっと被ってんじゃないかと思うんですけど、っていうのは、かなり優秀。この人イギリス人なんですよ。うん、なんですけど、MI6 からもリクルートされて断って試合入ってるんですけど、うん、で、だから試合の、やっぱりね、幹部とか、覚えがちょっといい方で、だからここにケネディ送り込んで、で、中の方の情報をね、こう、うまくこう、引き出すってことになったら、これアメリカちょっとひっくり返るんじゃないかと。おいう話になるわけですよ。はい、この人は環境長官とかやりたいと思うんですよ、多分ね。環境長官。うん、要するにその、ワクチンとか、厚生労働系の。環境なんですね。うん、そっち系の。衛生環境みたいな、まあ、なんかそういう分野なんですよ、彼が特に、気にしてる分野っていうのは。で、そういう本人はやりたいというかもしれないけど、今、CIA 長官に、ケネディ鳴らすぞって、トランプもし言えば、多分、ドワーって盛り上がると思うんですよ。トランプ支持者たちまた、ドワーとね。っていうことになると、これまた盛り上がるんじゃないかっていうところで。いや、僕もね、ぜひやってもらいたいなと思ってるんですよ。ああ、そうですか。そうすると、いろいろその、なんですか、これまで出てこなかった情報が出てくる可能性もあるし。いろいろ答え合わせができる。できるというね。しかも自分の家族のことなんで、まあね。親族のことだから、そのね、JFK の謎とか、出てくるといいんじゃないかなっていうね。うん、だから、それちょっと期待してるんですけど。なるほど。っていう、これね、実はね、トランプさんが今、戦っ
ってるんですよ。なんでこの写真を毎回っ気に入ってるんですよ、これ。ケネディ CIA 長官っていうのが生まれるってことになったら、これ歴史的にも非常に、面白いことになるんじゃないかと。どうなんでしょうね。まあ、そもそもね、勝たないと始まらないこと。まさに。でまあ、勝つために使うっていうのもあるんですけど、勝つかどうかまだちょっと本当今回分かんないと思うんですよ。でもほらイーロン・マスクもねスタッフに入れる入れるっていうことですから、要するに本当にもうあの陰謀論者と言われてる人たちが一斉に集まる政権になるということ。いやイーロン・マスクもそうだね。イーロン・マスクもね若干その手ある毛があるんですよ。あそうなんですか。はいはいはい。でもまあ害がないっつうか、別にそれがなんかね、それによって誰か困ってるわけでもなく、っていうところはあるんですけど、ただワクチンは全員義務、例えばっていうよりは自由に選択できるって言われた方がいいじゃないですか。義務化されるより怖くないですよね。だからまあそういう立場なんで、この人たちは陰謀論つったって。えアメリカ義務なの？いや義務じゃないですけど、民主党とかは、まあ、義務にしろっす。義務っていうかいろんなところでワクチンしないと例えば入国できないみたいなこと、そういうのやるじゃないですか。だからまあそういうようなことになってくる、そっちを押すタイプなんで、どっちかというと。あとマスクもそうですけど、まあ今でも終わったでしょ。もう全然向こうは終わってるんですけど、でも同じようなことがもし起きたでしょこれから、あのコロナに限らずですけど、とりあえずですね、トランプの動き、ちょっと大注目だと思うんですけど、ね、まあ、そうですね、世界が注目してますね。そう、面白いですよね。と、はい、いうことで、じゃあ、まあ、ケネディさんの動向も見つつということで、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、そしてあの概要欄にですね、あのニコニコチャンネルのリンクと質問を募集してますので、よろしくお願いします。はい。